北方十字軍あるいはバルト十字軍はカトリック教徒の王国であるデンマーク、スウェーデン、ポーランド、そしてリボーニア体験騎士団、ドイツ騎士団によって開始された十字軍のことで北ヨーロッパ及びバルト海沿岸南東の異教徒に対して行われたカトリック教会諸国の同盟による遠征である。スウェーデンとドイツによるフィンランド南部、ラップランド、 カレリアとルーシの聖教会地域に対する遠征も、また、北方十字軍の一部と考えられている。教皇クレメンス三世紀の1193年に発せられた呼びかけが、北方十字軍の公式の発端となったが、それ以前からすでに、スカンディナビアのキリスト教国と神聖ローマ帝国は、隣接する異教徒の諸国の征服に取り掛かっていた。バルト海沿岸の諸部族の分布、 1200年頃、遠征の対象となったヒキリスト教の人々は、様々な時代のものを含めると以下の通りである。バルト人とバルト海沿岸まで移住していた、スラブ人との間の武力衝突は、十字軍以前から何世紀もの間状態化しており、南のサクソン人と西のデーエン人にも波及していた。十字軍以前の戦いは、主に陸上貿易と、 海上貿易のルートを統制しようという意図によって引き起こされ、バルト地域への経済的優位を確立するための戦いだった。そして十字軍も基本的にこの衝突のパターンを継承した。軍事作戦は強行の呼びかけにより動機を正当化された騎士団と武装像によって開始された。最初の遠征は聖地に対する第二回十字軍と、 並行して1100年半ばに着手され、16世紀まで不定期に継続された。12世紀までに、現在はエストニア、ラトビア、リトアニアとして知られている土地に住んでいた、ヒキリスト教徒の人々は、交流するキリスト教国の間に、異教のくさびを形成していた。その後150年以上の間、この地域へのドイツ人十字軍の到来に始まって、エストニアは、 ロシアの諸公国からまたデンマークとスウェーデン王国から13回もの攻撃を受けた。エストニア人の一部はデンマークとスウェーデンに対して反撃を加えた。アダルベルトの派遣によってエストニア人をキリスト教徒に改宗させようとする西方協会の試みもあった。しかし、これら平和的努力は限られた成功しか収められなかったようである。 ドイツ人商人が没航し、1180年には、マインハルトと名乗る僧が、今のラトビアにあたるダウガバ川の河口に上陸し、1186年には、死教に除海された。1193年、教皇はバルト海沿岸の異教徒に対する十字軍を布告し、1198年に、マインハルトの後継者、ベルホルトに率いられた十字軍の使節団が、リボニアに上陸した。 十字軍は初戦に勝利したが、ベルホルト司教は、品死の重傷を負い、十字軍は撃退された。1199年に、アルベルト・フォン・ブックス・ヘイフェンレンは、ブレーメン大司教によって、バルト諸国のキリスト教家を行うよう任命され、派遣された。現在のエストニアとラトビア北部の征服と公式のキリスト教家が、完了し、アルベルトは、 教皇の会直を携えて神聖ローマ帝国内で十字軍兵士を募った。1200年にダウガバ川の河口にわずか23隻の船と500人の兵士と共に上陸したが、続けてドイツから多くの兵士が送り込まれた。初期の十字軍は通常、春の間に戦うために到来し、秋には本国へと帰っていた。そこで工場的に軍を駐留させるため、 リボニア体験騎士団が1202年に設立された。また1201年のアルベルト司教によるリガの市場の開設は帝国から多くの市民を引きつけ経済的繁栄を実現した。アルベルトの希望により教皇インノケンテウス3世は陸軍の長母を進めるためにバルト海諸国に聖母マリアの名を捧げッラ・マリアナと名付けた。リボニア人は 東方のポロック公国などのスラブ人君主国に貢ぎ物を送っていた。はじめ、彼らはドイツ人を便利な同盟者として考えていたが、ゲルマンの首輝きが過酷だったため同盟を外れ、準オカウポの下で十字軍に対抗して決起した。流陸長の指導者ブヤチコも1206年に囚われのみとなり、十字軍の対象はラトビアに転じた。1208年までに、 バルト地域における十字軍はエストニアに対して作戦を始めるほどの十分な強さを有していた一方、エストニア人は8つの大きな軍といくつかの小さな軍に分断されていた。エストニア諸軍は共同作戦を行うほどの大きな結束力には欠けていた。1208年から1227年の間に異なる方面からのいくつもの軍団がリボニア、 ラトガリアとエストニアの諸軍を暴れ回った。リボニア人とラトガリア人は、普通十字軍と同盟を組み、エストニア人はその時々で十字軍側と東方の、スラブ人領主側との双方と同盟した。エストニアの重要拠点である丘の鳥では、双方によって幾度となく包囲され占領された。1213年から1215年の3年間の、 急戦期間は十字軍にとって一層望ましいものであった。エストニア人が緩やかな同盟のシステムを統一国家へと発展させることができなかった間に、十字軍はエストニアでの政治的地位を強めた。1217年9月21日にリボニアの指導者、純王、カウポはビリアンディ近くの戦いで殺されたが、エストニアもまた指導者レムビツが殺され、 壊滅的な敗北を起死した。デンマークとスウェーデンの両キリスト教王国もまた、バルト海東岸の征服を試みた。スウェーデンは1220年に、西エストニアに対して一度だけ侵略したが、失敗に終わった。デンマーク王バルデマー二世は1219年に、現在のタリンの近くに上陸し、砦を築いた。この砦出は1220年と1223年に、 エストニア人によって包囲されたが持ちこたえた。北エストニア全体がデンマークの支柱に収まった。こうした侵略者に対し最後まで粘った、エストニアの軍は当初部軍のサーレマー島で、彼らの艦隊はドイツの十字軍との戦いの間にもデンマークとスウェーデンを襲撃したほどであった。1227年1月、サーレマー艦隊が凍った海に閉じ込められている間に、 強行施設のビルヘルム・フォンモデナ指揮下の2万人の屈強な陸軍が凍結した海を横断し、サーレマーを滅ぼした。エストニアの征服の後に、十字軍はダウガバ川の南と西に住んでいたラトビア民族、クロニアとセミガリアの地に侵攻した。スウェーデンはフィンランド南部を併合し、1240年にはノブゴロド公国にまで侵攻する。 しかし同年に、ノブゴロド公、アレクサンドルネフスキーによって破れ、以後は、スウェーデンの十字軍活動は収縮して行った。スウェーデン、ノブゴロドは、現ロシア領のビボルグを境に1300年頃まで、交戦を続けていたが、スウェーデンは、その頃までに十字軍活動を中止した。その後、1323年に、両国で、シュルッセルブルクの和議が成立し、 スウェーデンの十字軍は終了した。しかし、両国の軍事的衝突は、十字軍が終了しても、なお、15世紀半ばまで、断続的に継続し、ノブゴロド公国が、モスクワ大公国に吸収され終えるまで継続した。北方十字軍は、12世紀終わりに、パレスチナで設立されたドイツ騎士団の、ドイツ人騎士たちに、成長と拡大のための理論的根拠を提供した。 ドイツ騎士団は、教皇グレゴリウス救世による推薦を受けた。正教会を信奉するロシアに対する征服の試みも、また北方十字軍の一部と考えられている。ロシア征服の試みは、ロシア人による反撃を受け、1242年の氷上の戦いで、北東ルーシのアレクサンドルネフスキーの軍に敗れた。教皇の祝福を受け、スウェーデンも、 また数字にわたり、政教のノブゴロド公国に対する十字軍を開始した。リボニア大剣騎士団が1236年のザウレの戦いにて敗れた時、同時にエストニアでも反乱が続発し、リボニア騎士団はドイツ騎士団によって吸収合併され、ドイツ騎士団はバルト海地域を支配した。ドイツ騎士団は最終的にリトアニアの征服を終わらせるため、 リトアニアの王と公は1253年にキリスト教に改修した。1385年リトアニアは正式にキリスト教に改修した。1240年、ロシアのプスコフを征服したドイツ騎士団。翌年アレクサンドルネフスキーにより回復された。セルゲイ・エゼンシュテインの映画、アレクサンドルネフスキーより1226年、ポーランドのマゾフシェ公。 コンラート一世は、異教徒プルーセン人に対する政党と強家に手を焼いて、クルムラントの領有権と引き換えに当時ハンガリーにいた、ドイツ騎士団を招兵した。騎士団はプロイセンを征服すると、リトアニア大公国と戦った。教皇の名のもと、騎士団は、教皇として、プロイセンを統治した。ポーランド・リトアニア連合は、ドイツ騎士団との1410年グルンバルトの、 戦いで、タタール人やチェコ人の援護を受け騎士団を破った。ポーランド王国は13年戦争で、ドイツ騎士団と戦い、プロイセンは、プロイセン連合を、ポーランドリトアニア連合と結成、ドイツ騎士団と対立し、プロイセン公国となった。騎士団は、15世紀に、スラブ人の反撃を受けるまで大規模なドイツ人植民地を経営した。ありがとうございます。